プロモーション機能を活用してノベルティを配布してみましょう。ノベルティを販促で活用するためには、配布の目的を明確にし、ターゲットを絞り込むことによって、より高い効果が得られます。効果を意識した上で、営業アプローチへどのように結びつけていくのか、ポイントを押さえた上でノベルティ戦略を組んでいきましょう。ショップを運営するにはビジネスの大きさにかかわらず、企業や商品をより多くの人に知ってもらうことが重要です。そこでノベルティは企業名やブランド名の宣伝が一番の目的であり、その名前をプリントした実用性が高いグッズを配れば、使うたびに消費者の目に留まるので高い宣伝効果が期待できます。カフェ24管理画面での売上をアップさせるプロモーションの活用方法と設定方法についてご説明いたします。まずカフェ24管理画面からトップメニューにあるプロモーションをクリックします。左サイドから特典管理、クーポン、クローズドクーポン、クーポンゾーン、イベント管理メニューなどで登録および設定できます。特典管理は顧客に割引やノベルティ特典を提供できるメニューです。こちらでは期間限定、再購入、大量購入、会員限定、新着商品、送料などの割引とノベルティ、ワンプラス N イベントの贈呈特典が設定できます。さまざまな割引やノベルティを提供し、顧客にアピールできる魅力的な機能を備えています。クーポン管理では、ショップで使用するクーポンに対する設定と発行を行います。基本設定ページでクーポンの使用、使用限定などの基本情報から表示されるデザインの設定もできます。クーポン登録ページではクーポン名などを入力し、発行や使用情報の登録を行います。さらにクローズドクーポンとは、クーポンコードを知っている会員だけが利用できる特別なクーポンであり、その発行及び使用情報の設定が可能です。その他、イベント管理、割引コード管理、お友達紹介機能、QR コード設定など、さまざまなプロモーションを効率的に活用し、認知を広げ、ユーザーを確保していきましょう。例として今回は購入金額に応じたノベルティを配布するための設定方法についてご説明いたします。まずカフェ24管理画面からプロモーション、特典管理、新規登録をクリックします。基本設定で特典区分の贈呈にチェックマークを入れます。特典タイプでノベルティを選びましょう。今回の特典名を入力します。
また条件設定欄にある期間設定でプロモーションを行う期間を設定します。今回は適用範囲に PC とモバイルの両方、また全商品を設定しました。購入金額の範囲で最高価格の上限なしにチェックを入れました。そしてノベリティが支給される条件の注文総額を入力します。最後に特典設定欄の右側にある商品追加ボタンを押し、ポップアップが開くと商品リストから該当する商品を選択します。今回全商品を対象にしますので、すべてチェックを入れます。そして選択ボタンを押してからポップアップを閉じると、ノベルティ対象の商品に反映されていることがわかります。これで購入金額によるノベルティ配布の設定が完了いたしました。以上、売上をアップする戦略の一つであるプロモーションのノベルティ配布の設定方法やその期待効果についてご説明しました。